羽生譲選手のガーナ半分子チャレンジ。成功と挫折の興奮が溢れる瞬間。羽生譲選手がガーナミルクチョコレートの SNS 企画、ガーナ半分子チャレンジに挑戦し、その興奮が爆発した瞬間。企画は冬にぴったりなホットガーナを作るために、チョコレートを二人で半分子に割るという簡単そうで難しい挑戦に焦点を当てていました。ハブ選手は CM 撮影の合間に挑戦し、 最初は緊張しながらも笑顔で取り組みました。しかし、一発勝負の状況でスタッフとの息が合わずに最初は失敗。ハブ選手は、これまでの5年間は、とがっかりの表情を見せました。苦戦の末、最後に1枚だけの挑戦が決定しました。ハブ選手は持ち前の集中力で見事成功させ、自らの喜びを爆発させました。ウおーシュ、キター、という叫び声が周囲に響き渡り、 成功の瞬間が訪れました。このエピソードは、ただの挑戦の瞬間以上に、選手の真摯な姿勢と集中力が試される瞬間となりました。CM 撮影の厳しいスケジュールの中での挑戦は、挫折と再チャレンジのドラマを生み出しました。この出来事を通じて、羽生譲選手の人間にふれる一面が浮かび上がります。彼の挑戦は成功に終わりましたが、 その道のりには多くの努力と苦悩が詰まっていたことでしょう。この企画は単なる商品プロモーション以上に人間関係や挑戦の過程での成長が感じられるものでした。ハブ選手の喜びや挫折の瞬間は視聴者に感動と共感を呼び起こしました。このようなエピソードはアスリートの日常や努力が商品と結びつくことで商品のブランド価値を向上させ視聴者との結びつきを深める一環となっています。 羽生結弦選手の挑戦は、商品だけでなく、その背後にあるストーリーにも注目が集まります。さて、このエピソードから我々は何を学ぶことができるでしょうかアスリートとしてのみならず、人間としての羽生結弦の強靭な意志や挑戦への姿勢は、私たちが日常生活で直面する様々な困難に立ち向かう際にも一石を投じています。例えば、我々が直面する困難や挑戦に対して、 ハブ選手のように笑顔で立ち向かうことができれば、その困難も一層克服しやすくなるのではないでしょうか。そのためには、集中力や強靭な精神力が求められます。最後に、羽生結弦選手の成功と失敗を通じて、挑戦のプロセスが成功だけでなく、挫折や再チャレンジも含まれることを理解し、それを前向きな経験として捉えることが大切です。成功には努力と忍耐が伴うものであり、 その過程こそが成長への一歩なのです。このエピソードを通じて、我々は商品プロモーションだけでなく、人間の成長や挑戦の真実を垣間見ることができました。羽生譲弦選手の一言一言には、普遍的な価値観が込められており、私たちにとっての励ましとなることでしょう。